その推理はピンボケだよ。いや、それは違うでしょ。まるっきり逆だよ。逆？だからさ、そのアンシスコープを使ったのは戸上じゃなくて犯人の方だって言ってんの。常識で考え、アンシスコープを使ったのは犯人の方でしょ。絶対そうに決まってるって。犯人が使ったって根拠は何だよ。だってアンシス、暗闇の中でも戸上を殺せるじゃん。実際そうなっちゃったわけ。とにかくあれは最初からそのために犯人が現場に持ち込んだんだって。その言葉切らせてもらう。バカモン、ちょっと待ったれや。わしにも言わせんかい。なんだよ。倉庫のアイロンが停電の引き金じゃと。そいつは引き捨てならんぞ。倉庫のアイロンが停電、犯人はアイロンの電源を入れ、わざわざ倉庫に行った。では停電、容疑者から外していいんじゃない。いや、大広間にいた人間もまだ容疑が消えたわけじゃない。大広間にいた者に停電、アイロンが停電の引き金なら、その言葉切らせてもらう。それは違うよ。君は僕の反論を打ち破ることができるかな。さっきの相田君の証言を忘れた。事務室にもたどり着けなかったって言ってたよ。君が言うガスコンロの明かりがさ、その証言と矛盾しちゃうんだよね。それとも相田君の証言自体を疑う気？俺は相田の話を疑ってるわけじゃない。お前は何が言いたいんだよ。相田君が事務室に、廊下が真っ暗だったから。そんな真っ暗な廊下で明かりを使ったら相田君に目撃されちゃうんじゃない？その言葉切らせてもらう。舐められてたまっかよ。まだ決まったわけじゃねえぞ。なあクズリュウ、どうしてお前はそこまで西園寺が犯人だって言い張るんだよ。うるせえ。俺が犯人だって言ってんだ。そいつは間違いなく犯人なんだよ。ドアを塞いだのが小泉。それをやったのは西園寺だ。西園寺が小泉を殺し、その死体でドアを塞いだんだ。犯人は西園寺以外に考えらんねえ。西園寺が死体を移動させたなら、あいつの体は血で汚れてるはずだ。それがどうしたんだ、ボケ。ビーチハウスにはシャワーが、死体を動かした時の血、シャワーで洗い流せばいい。その言葉、切らせてもらう。断言できるが、それはありえないぞ。どうしてだよ。あの冷蔵庫をよく思い出してみろ。そうすればわかるはずだ。冷蔵庫のドリンクを使った可能性など存在しないということがな。ビーチハウスの例、確かにドリンクがあったが、考え、ドリンク一本とても血を洗い流すには足りんぞ。聞くわけにはいかない。使ったドリンクが一本だけとは限らない。大量に使えば洗い流せるはずだ。ありえないと言った。あの冷蔵庫に水のたく、その言葉切らせてもらう。邪眼の力をなめるな。その程度か。お里が知れるぞ。日向を始めよう。何か反論があるってことか。何か反論があるってことか。いいセリフだな。
だがいいのか。俺様が本気を出せば世界は滅亡するやもしれんぞ。怯えて声も出せんか。どうやら格の違いを思い知ったようだな。だが断罪の時はここからだ。せいぜい楽しませてくれよ。ミオダの足の裏の、はあ、ありえんな。あの現場をよく思い出してみろ。床に血痕はなかったんだ。その言葉切らせてもらう。俺は負けねえぞ。俺の勘が間違いだってのか。最初で最後の見せ場かもしんねえんだから活躍させてくれたっていいだろう。いや、そういう問題じゃ。うるせえ。でかい口聞くのもそこまでだぞ。今すぐ黙らせてやる。サヨン寺は部屋に閉じこもって、やっぱ連れ去られたとして犯人が無理やりサヨン寺の部屋に押し入って強引にさらってったんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。でもサイオン寺の部屋には鍵がかかってたんだ。その鍵はあいつの懐にあったんだぞ。サイオン寺が自分で鍵をかけた可能性が高いんだ。鍵なんて犯人がかけたんだって。ホテルの鍵が懐にあったのだって、後から犯人が入れただけかもしんねえだろ。わざわざ鍵を懐奥深くに入れる理由がない。あの鍵には犯人も気づいてなかったはずだ。待てよ、サヨン寺の下よ、着物がめちゃくちゃだったじゃねえか。あんな風に着物が乱れてた理由は一つ、犯人とバトったから。その言葉切らせてもらう。鍛えおろう。ではこの推理ならどうでしょう。誰かが二代さんの死体を移動させたのです。俺たちがマスカットタワーからストロベリータワーに移動するまでの間にか。でも俺たちはみんな揃って移動したはずだ。タワーの中の死体を移動させるにしたって。ではモノクマさんの仕業です。私たちが移動している間にモノクマさんがせっせと中のものを移動させたのです。移動したのは2台の死体だけじゃないんだぞ。倒れた柱もモノクマが移動させたっていうのか。重くて運べないなら転がせばいいんですよ。パンがなければスナック菓子を食べればいい。それと一緒なのです。死体や物を動かすだけならいくらでも方法はあるはずです。柱なんて転がせばいいだけですし、二代さんもパーツで分けて運ぶモノクマさんの仕業で決まりです。あの短時間で柱や死体を移動させるのはいくらモノクマでも難しいんじゃないか。日向さんはお忘れのようですね。モノクマさんは意外に力持ちなの。未来のクマ型ロボットのパワーがあれば柱や死体など現場のものはすぐ。その言葉切らせてもらう。甘い。落差を作ったからなんだ。それだけじゃあいつを墜落死させらんねえぞ。なんでだよ。そうやって2台を宙吊りにして、その状態からどうやって突き落とすんだよ。たとえ宙吊りにしたところで、あいつが落ちなきゃ墜落死にはなんねえんだぞ。2台をワイヤーで吊るしたってどうやってあいつを落とすんだよ。タワーの中に突き落とすやつがいねえのに、そんなことできるわけねえだろ。誰かが突き落としたとは限らない。自分から落ちた可能性だってあるかもしれない。はあ?2台が自分から落ちたって。2台はスリープモードのままのはずだろう。その言葉切らせてもらう。インフィニティ・アンミリテッド・フレイム。だが犯人がファイナルデッドルームの存在を知らなかったとしたらどうなる。
知らなかったはずがない。それは貴様の猜疑心が生み出した幻想に過ぎん。はあ、命が惜しければそれ以上の詮索はやめておくことだ。やめられるわけないだろう。何だと？あまり俺様を怒らせるな。殺さないように手加減するのは骨が折れるんだよ。その空間的ワームホールを使えば、昇降するこんだけの箱がなくとも多重世界を移動できたやもしれん。だが脆い脆い脆いぞ、貴様の腐敗しきった幻想を邪神創造の糧としてくれようか。すでに抜け道の存在は証明したはずだぞ。その抜け道はオクタゴンにあったんだ。己が推理の限界を知れ。犯人がオクタゴンに行っただと？吠えるな雑種が。闇と混沌の螺旋に没するのが。その言葉切らせてもらう。俺が整備してやるぜ。いや、俺は気づいちまったぜ。そいつはトラップだ。トラップ？おめえはトラップに引っかかったんだ、ノータリンヒナタちゃんよ。確かに狛江田の口、満足に喋れねえと。でもそれがトラップだ。何かを聞き出したと悟らせねえためのな。でも口を塞いだら本当に何も聞き出すことができないぞ。いいか、真相はまず犯人は狛江田を拷問して爆弾の情報を聞き出したんだ。そんであいつをぶっ殺した。その言葉切らせてもらう。聞きたくありません。もういいです。それ以上言わないでください。私はもう嫌なんです。もう誰も疑いたくありません。ソニア、それに爆弾が偽物だと知ってたからって、だからってその人が裏切り者だなんて決めつけられないはずです。爆弾が偽物だと知っていてもナナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。偽物と知ってることが重要なんじゃない、誰にそれを聞いたかが重要なんだ。そうだ、物見に聞いたってことがだ。あの爆弾が偽物だと知っていた人は私と物見さんの他にもいたはずです。それは物熊さんです。先ほど物熊さんはおっしゃってましたよね。島のことなら何でもわかると。きっと七海さんは物熊さんからあれが偽物だと事前に聞いたのです。俺は田向くらいずるじゃない。俺は日向はじめだ。希望を求めるから絶望、絶望するから希望を求める。もう終わらせようって。選ぶ必要なんかないって。目を塞いで耳を閉じろ、口をつぶんでろ。そうすればこのゲーム、それが嫌なら電源を振っちゃえばいいんだよ。それでも俺は絶望的な未来なんてもう誰にも選ばせない。